議会の方には突然の無礼を許していただきたい。私はエウーゴのクワトロバジーナ大尉であります。話の前にもう一つ知っておいてもらいたいことがあります。私はかつてシャア・アズナブルと呼ばれていたことがある男だ。私はこの場を借りてジオンの意志を継ぐ者として語りたい。もちろんジオン公国のシャアとしてではなく、ジオンズム大君の子としてである。ジオンズム大君の意志はザビ家のような欲望に根ざしたものではない。ジオンズム大君がジオン公国を作ったのではない。現在ティターンズが地球連邦軍を我が物にしている事実はザビ家のやり方より悪質であると気づく。人が空に出たのは地球が人間の重みで沈むのを避けるためだった。そして空に出た人類はその生活圏を拡大したことにより人類そのものの力を身につけたものと誤解してザビ家のような勢力をのさばらせてしまった歴史を持つ。それは不幸だ。もうその歴史を繰り返してはならない。空に出ることによって人間はその能力を広げることができるとなぜ信じられないのか。我々は地球を人の手で汚すなと言っている。ティターンズは地球に魂を惹かれた人々の集まりで地球を食い潰そうとしているのだ。人は長い間地球というゆりかごの中で戯れてきた。しかし時はすでに人類を地球から巣立たせる時が来たのだ。その後に至ってはなぜ人間同士が戦い地球を汚染しなければならないのだ。地球を自然のゆりかごに戻し人間は空で自立しなければ地球は水の惑星ではなくなるのだ。このダカールさえ砂漠に飲み込まれようとしている。それほどに地球は疲れ切っている。今誰もがこの美しい地球を残したいと考えている。ならば自分の欲求を果たすためだけに地球の寄生虫のようにへばりついていて良いわけがない。見るがいい、この暴虐な行為を。彼らはかつて地球連邦軍から膨れ上がり逆らう者は全てを悪と称しているが、それこそ悪であり人類を衰退させていると言い切れる。私の話はここで終えるが、人類は終わることなく歩み続けねばならないのだ。